Outlook.com とは、マイクロソフトが2012年7月にプレビュー版を立ち上げ、2013年2月に正式に開始した Web メールサービスで、フォトメールの後継サービスである。自社のメトロデザインランゲージを採用しており、Outlook デスクトップソフトウェアのインターフェースを限りなく模倣している。プレビュー版の間は Outlook.com が付く、メールアドレスが 全ユーザーで利用可能だった上、既存のフォトメールユーザーも outlook.com のインターフェースにオープトすることも可能だった。2013年2月18日、マイクロソフトは outlook.com を正式版に移行することや、約6ヶ月で6000万人のユーザー登録があったこと、そして同年夏に既存のフォトメールユーザーが outlook.com にアップグレードできるようになることを発表した。 他のメジャーなウェブ、メールサービスと同様、outlook.com も Ajax のプログラミング手法を用いており、インターネットエクスプローラー、Google Chrome、Firefox、Safari の後期バージョンに対応している。機能の一部として、マウスを使わずに、キーボードでページ内移動の操作ができる機能、From、Eve のような構造化されたクエリ構文を含む、メール本文の検索。 メールフィルタリング、メールのフォルダ管理、メール作成時に、連絡先、メールアドレスのオートコンプリート、連絡先のグループ管理、CSV のインポートとエクスポート、リッチテキストフォーマットへの対応、リッチテキスト署名、スパムフィルタリング、ウイルススキャン、複数アドレスの対応があり、多言語に対応している。他の Web、メールサービスにない outlook.com 独自の、 機能として以下のようなのがある outlook.com のアクティブビューとはメール内のコンテンツと機能を直接操作できる機能である例としてアクティブビューを使うことで付属する写真を直接プレビューできる加えて YouTube、Flickr、LinkedIn、United States Postal Service といった複数のサイトやサービスからのコンテンツと機能をメールから直接 見るためのパートナープラットフォームも提供している。実例として、outlook.com で YouTube ビデオがリンクされたメールを受け取った場合に、そのビデオを直接閲覧できるようになっている。他の機能として、United States Postal Service のリアルタイムな配送状況を追跡したり、メール内でリンクとインのソーシャルネットワーキングアクションを実行することもできる。 オフィスオンラインと統合することで、メールに添付されたマイクロソフトワード、エクセル、パワーポイントのドキュメントを高い忠実度で閲覧と、編集が行える。添付されたドキュメントは、ウェブブラウザで直接開くことや、自身のワンドライブに保存することができる。また、受け取ったオフィスドキュメントを編集し、送信者に編集したバージョンのドキュメントを返信することもできる。加えて、 ワンドライブにアップロードすることで outlook.com を使って2 5イトまでのオフィスドキュメントを送信することや他のユーザーと閲覧や共同作業するためにドキュメントを共有することもできる。自動的なグループ送信や同じ会話スレッドにある同じ書き込みを書いたメールを受信することで同じ会話スレッドにあるすべてのメールを素早くブラウズできる。この機能は任意で オンオフが可能。バーチャルブルームを使って大量のメールを削除したり、送信者情報に基づいた特定のフォルダに移動させることができる。掃除を一度行うと、掃除の設定を記憶し将来送信されるメールに、対し記憶に基づいた同じ移動や削除を繰り返すための設定を行うことができる。また、送信者や受信者の情報、メールの題名、添付ファイルに基づいた カスタムメールルールを設定することもできる。さらに、設定した期間より古いメールや送信者からの最新のメールのみの保全といった削除、移動設定もある。クイックビューでは添付ドキュメント、写真、フラグメッセージ、郵送情報の更新で全メールをフィルタ処理することができる。ワンクリックフィルターではメールが未読かどうかや、ピープルサービスのリスト、 グループメールリスト、Windows Live グループス、ソーシャルネットワーキングサイトに基づき、インボックスをフィルタ処理する。アクセスが容易になるようにクイックビューの下に、カテゴリが表示される。自身の Microsoft アカウントで、メールエイリアスを作成することができる。エイリアスを設定すると、特定のフォルダか、インボックスで管理するアドレスを選択することができ、エイリアスを 通常のメールアドレスのように送信することもできる。エイリアスは年に10個まで、総計10個まで作成可能である。エイリアスはオリジナルのアドレスと完全に異なっており、常に削除や作成が行える。カテゴリはメールや送信者を特定のグループにラベル付けしたり、そのカテゴリをサイドバーのクイックビューに表示させることができる。いくつかのカテゴリはデフォルトで作成され、 メールもデフォルトのカテゴリーに入れられる。また、メール一通ごとに、複数のカテゴリーを選択でき、自動的に適用させたり、新たに作成できる。インスタントアクションとは、メールにマウスを動かした時に現れるボタンである。インスタントアクションには削除、移動、掃除、フラッグなどがあり、カスタム設定が可能。シングルユーズコードとは、マイクロソフトアカウントで、 ユーザーパスワードの代わりにサインインするためのコードである。各コードは1回のみ使用できるが必要な時にリクエストできる。もしユーザーが図書館や教育機関といった一般向けに供用されているコンピュータでサインインする場合、アカウント情報を安全に守るためにコードを使用することになる。シングルユーズコードはユーザーがログイン時に要請した場合送信される。 ドマークという仕様を採用することで、メール送信やエクステンディットバリデーション証明書のセキュリティを強化し、ユーザーによる outlook.com への接続を保護している。しかし、エドワード・スノーデンによると、NSA に協力するため、密かに NSA が暗号を回避して、盗聴できるようにしていたという。スカイプデスクトップクライアントを使わずに、スカイプを使用したビデオ通話が、 使用可能になる準備が進められている。ベータ版として最初に一般公開されたのは2012年7月31日のことである。既存のホトメイルユーザーは無料でアウトルックのプレビュー版にアップグレードもダウングレードもできた。2013年2月13日にプレビュー段階を終え正式版になった。マイクロソフトによれば既存のホトメイルユーザーは 同年夏に outlook.com に移行することになるが、hotmail.com などのホトメールで利用可能だったアドレス、パスワード、メール、ホルダー、連絡先、ルール、不在応答などは保持され、さらに任意で outlook.com のアドレスを持つことも可能にするとしている。当初、imap に対応していないことで批判されていたが、マイクロソフトは アップルマックへの対応自体十分でないものの将来、改善することを約束し、2013年9月12日に iMap をサポートした。ありがとうございます。